皆さんこんにちは、世田谷のeカレッジ、都の仏教美術の世界を、3回シリーズで、お話しさせていただきます。今日は仏像の種類と見分け方ということで、皆さん博物館とか、お寺に行かれるとたくさんの仏像をご覧になると思いますけれども、その仏像を、自分で、見分けられるようになるためにですね、いくつかお話しさせていただきたいというふうに思います。それではまず最初にですね、仏像の種類、どういったものがあるのかということをですね、お話しさせていただきたいと思います。仏像の種類というのは実は非常に少なくて、4つしかないんですね。画面に文字が出ているかと思いますけれども、まず如来、そして、菩薩、そして、明王、そして最後に天と呼ばれる、仏像が来ます。如来と菩薩と明王と天、この4つですね。でこの4つの言葉をお聞きになると、多分、普段ですね、仏像の名前を聞いている中に入ってくる名前だと思うんですね。例えば、如来でしたら釈迦如来ですね、あるいは阿弥陀如来ですね、あるいは菩薩でしたら、観音菩薩、地蔵菩薩、そして、明王でしたら、不動明王、愛染明王で、天でしたら、弁財天、あと四天王のうちの、増長天というようにですね、それぞれ種類が仏像の名前に入っています。ですから仏像をたくさんいっぱい作られているんですけれども、この4つだけですね、まず見分け方を覚えていただくと非常にすんなりと、仏像の世界に入れると思います。では早速ですね、その仏像の種類の見分け方を考えていきたいと思います。まず一番最初の如来なんですけれども、この意味はですね、悟った人を表現していると言われているんですね。非常にシンプルな姿で表現されています。つまり悟ってますので、煩悩とか余計なことを考えないでいる形なんですね。普通でしたら衣と、あと下につけるもって呼ばれる、袴のようなものをつけているんですね。この2枚だけをまとって、います。そして、顔は非常に穏やかな顔をしていまして、装飾品を身につけない姿なんですね。ですから、皆さんが、博物館やお寺さんで、仏像をご覧になって、非常にシンプルな姿をしていたら、まず如来というように、判断していいわけです。で次に菩薩なんですけれども、菩薩は、今現在悟っている前のその修行している姿というふうに考えられているんですね。で一般的にはお釈迦様が、皇太子だった時、まだ出家する前の姿を表現していると言われているんですね。ですから、まだ煩悩があるというふうに考えられておりまして、その姿を見ますと、先ほどの如来の衣と藻、ですね、それ以外に、冠をつけていたりとか、あとこの胸飾りネックレスをつけていたりとか、あと腕にブレスレットをつけていたりとか、あと手にですね、蓮華とかいろんな持物を持っているという姿になっています。なので、パッと仏像をご覧になって、衣や藻だけじゃなくて、体にいろんな装飾品をつけている仏像、そして顔は穏やかな顔で表現されています。装飾品をつけている仏像があったら、まず菩薩というように、考えていいわけですね。で次に、明王という仏像なんですけれども、これもお寺や博物館に行くとよく見かけると思います。日本では不動明王が多いかと思いますけれども、この不動明王が属している明王というのは、どういう姿をしているかというと、皆さんもお寺に行くと薄暗い中で、ろうそくの火にこう浮かび上がらされているような姿、怖い顔をした、あから顔をした仏像があると思うんですけれども、その仏像です。まず、明王の見分け方は、怖い顔をしているということですね。そして、あから顔をしている、赤だけじゃなくて青とか、他の色もあるんですけれども、通常の色じゃないんですね。でそして手には剣を持っていたり、縄を持っていたり、ちょっと一見すると怖い姿に表現されているものが明王です。でこれはですね、密教のお寺に多いんですけれども、考え方としてはですね、実はこの怖い顔をした明王というのは本来如来の姿なんですね。
ところが世の中には如来の姿をして説法をしても言うことをなかなか聞かない人もいるわけです。でそういう時にあえて如来が変身をして怖い顔をして説法をしてくれる、人々を導いてくれるという姿がこの妙王と考えていいんですね。ですから何とか妙王っていうとなんか怖いイメージがあるかもしれませんけども、実はあえて怒ってくれている姿というふうに覚えておくと覚えやすいと思います。で実は、古代のインドの人たちは、この如来と菩薩と妙王を、考えて、仏教の世界を考えたわけなんですけれども、ここでどうも力尽きちゃったらしいんですね。でところがこの仏教世界ができて、それを守るこの仏様がいないといけないというように考えたんです。ところがもうアイデアが浮かばなかったようなんです。でそれでどうしたかということなんですね。皆さんだったらどうしますか？すべてのアイデアができてしまって、あともう少し仏像のことを考えなくちゃいけないという時にですね、おそらく多くの人が、何かをこう借りてきてということを考えると思うんですね。で実はこのインドで、天部というのはですね、仏教の世界を守る仏というふうになっているんですけれども、もともと仏教が成立する前のインドの、在来の仏様というか、神様ですね。もともとインドにあった神様を、借用して作った仏像たちがこの天と呼ばれるものなんです。ほとんどの仏像がですね、その借りてきたものですので、姿形が一定していません。ただ、大体多く共通しているのが甲冑を着ています。なぜかというと、この仏教世界を守りますので、甲冑ですね、鎧を着て、そして手には武器を持って、悪いものがですね、仏教の世界に入ってこないようにという形で表現するわけなんですね。日本で、有名なのは四天王と呼ばれるものだと思います。四天王というのは東西南北を守る、御奉神なんですね。お寺に行くと本尊があって、その四隅にこう怖い顔をした、武器を持った仏像が並んでいるかと思うんですけれども、これを四天王と言います。で、ぜひ覚えていただきたいんですけれども、これ簡単なんですね。画面に文字が出ているかと思いますけれども、時刻点と増長点と項目点と多聞点、この4つです。で、それをですね、トンナンシャーペイの順番に覚えるといいんですね。で、これはですね、実は時刻点と増長点、項目点と多聞点の、上の文字だけ取って覚えられます。地蔵光多の順番に、トンナンシャーペイで覚えますと、それぞれ、どの方位に、どの四天王がいるかっていうのが分かります。で、ところがですね、東西南北でやっていきますと、実は仏像の目の前に四天王が来る可能性があるんですね。それでちょっとずらしておいてありまして、一応配置の仕方としては、本尊がありますと、その本尊の、手前からですね、時刻点、増長点、項目点、多聞点という順番に置かれています。ぜひ今度お寺に行った時にですね、確認していただきたいというふうに思います。でそれ以外に天部って言いますと、たくさんありますけども、弁財天、吉祥天なんていうのもありますね。弁財天はですね、仏教が成立する前に、サラソバティっていう川がインドにあったんですけれども、そのサラソバティの川の女神だったと言われているんですね。ですから日本で、弁財天って言いますと、琴を持った江ノ島の弁財天なんかを思い浮かべる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういう、なんて言うんでしょうかね、優しい姿というんでしょうか、川の、女神ですから、その川のせせらぎのような、神様という感じで表現されるんですね。その他にも天という名前たくさんあります。空中を飛んでる飛天というのもありますし、あるいは鬼子母神ですね。鬼子母神というのは神ってなりますけども、あれも天部に入ります。鬼子母神も日本にたくさん表現されています。もともとは仏教を脅かすような神だったんですね。子供を捕らえてきては食べてしまうような女性だったんですけれども、ある時お釈迦様に、人の子供を食べるなんてとんでもないということで、鬼子母神の、子供を隠しちゃったんですね。で、その鬼子母神は非常に慌てるわけです。ようやく分かったんですね。自分の子供がいなくなると非常に悲しい。
ということで、それから転じてですね、鬼子母神はそれ以来子供を守る神様になったというふうに言われているんですね。まあ、天部、まあ、それだけお話ししましても、いろんな姿をしている天部がいると思うんです。つまり見分けるのは実は非常に難しいんですね。まあ、あえて言うならば、先ほどお話しした、如来と菩薩と明王以外が天部だというふうにして覚えるしかないですね。ぜひ博物館やお寺に行きましたら、まず仏像を見分けるときに、4つの種類、これを見分けるところから始めてみてください。仏像の種類を、見分ける方法を、まずお話ししました。で次にですね、実際仏像が、まあ、お寺や博物館に表現されているわけなんですけれども、その仏像といって何に基づいて作られているのかってこと気になると思うんですね。次はその話をさせていただきたいと思います。画面に出てますけれども、32層という言葉があるんですね。でこれはいろんな経典にあるんですが、特に第一度論という経典の中に、32層ということが書かれています。これはですね、悟った人が持っている特徴というように考えるといいと思うんですね。昔のインドの人は、悟ると、修行して悟ると、この32の特徴を備えるというふうに考えました。でそこで、仏像が作られるときにこの32層を、まあ、表現するということをどうも昔の人は考えたらしいんですね。でところが、今からいくつか確認しますけれども、この32層を全部ですね表現したら、とてつもない変な姿になってしまうんです。昔のインドの人は悟った人がどういう姿をしていたのかでちょっと確認してみたいと思います。まず一番最初のところなんですけれども、これは大丈夫ですね。即可安平立層といって、これは扁平足です。よく扁平足だと悩んでる人いますけれども、これ悩まなくてもいいんですね。悟った人は扁平足だっていうことなんです。で次なんですけど、2番ですけども、速化二輪走、足の裏側にですね車輪が表現されているんですね。で仏教美術の中には車輪が結構表現されていると思うんですけども、これはですね、お釈迦様の、説法の姿、説法そのものを言うんですね。お釈迦様の説法っていうのはですね、よどみなくこう車輪のようにぐるぐる喋れたということで、お釈迦様の説法を、輪のように車輪というように象徴的に表現したんですね。ですからこの車輪がお寺のあちこちに表現されていたりとか、仏像の体の一部に表現されていることがあるんですけれども、これはまあお釈迦様の説法というように考えるといいんです。でそれがまあ足の裏にもあるということですね。あと3番は、長子層ですね。手足の指が長いと言われているんですね。あと3番4番がですね、足根公平層、かかとが丸くて広いという表現もあります。次なんですけど5番です。これ多分仏像をご覧になって気づかれた方もいらっしゃると思うんですけれども、種足子、満毛層と呼ばれるものでして、これは指の間にですね膜がある表現なんですね。仏像をよく見ますと、指と指との間にこう膜が表現されていることがあります。これはですね、実は仏像が、人々をこう救うときに、余すとこなく漏らすことなく救うという意味が込められているんですね。で実際はですね、仏像を作る方に伺うと分かるんですけれども、実は指というのは仏像で取れやすいところなんですね。この、5番目の、層があるおかげで、仏像を作る人たちはわざとそういう膜を作って、実は指が取れにくくなっているという意味もあります。でも実際はこの人々を余すとこなく救うという意味で作られているんですね。で、6番は、手足が柔らかいということも書かれています。足の甲が長い、足の甲が高いということも書かれていますね。あとですね、11番目にありますけれども、これ面白いですね。信仰超等層というのがありまして、これは広げた、両手の長さが身長と同じだっていうよく言われていることですけれども、まあ、何かというと結局腕が長いということなんですね。仏像をご覧になって、ちょっとおかしいなと思うところいくつかあると思うんですけれども、腕が異常に長いということを気づかれましたでしょうか。立っている仏像でこう腕をこう下げている仏像があると思うんですけれども、ほとんどの仏像が、9割以上の仏像がですね、この膝に届くぐらい
なんですね。でこれはこういう層があるからそういうように表現されているんです。普通の書でここまで長い腕の人はまずいないと思いますね。あとは14番です。これ金色層というのがありまして、身体が金色に輝いている。これは仏像をご覧になると、古い仏像は取れていることが多いですけれども、新しい仏像なんかだとですね、こう金色に輝いていると思うんですけれども、あれはただゴージャスにするということではなくてですね、昔のインドの人が悟った人は金色に輝いているということを考えたんですね。でそこから仏像は金色に表現されているわけなんです。で、仏像をご覧になると、仏像の頭とか体の後ろにですね、この光背と呼ばれる、光を表現したものがあると思うんですけども、それは実はこの15番目にきます、上光層というものなんですね。これは四方に、一条の光を放つというものなんです。ですから仏像にはこういう光背が表現されているわけなんですね。で他にも面白いのがいくつかあります。その次の16番は皮膚が薄くて柔らかいなんていうのもありますし、面白いのでとですね、22番目にですね、四十四相というのがあります。これは歯が40本あるということなんですね。皆さんは自分の歯が何本か数えたことありますでしょうか。普通の人はですね、親知らずまで生えていれば32本の歯が揃うはずなんですね。でところが悟った人は、それよりも8本多くて40本あるということがこの経典の中に書かれているんです。その次に23番には、歯並びが良いというですね、四聖相というのもありますよね。で24番には犬歯があるというのもあります。いくつかこの歯に関係するものが、表現されているわけなんですね。で、面白いのだと、27番なんていうのは、大絶相というのがあります。これは何かと言いますと、実は、仏像が舌を出したとします。でそうするとその舌というのはものすごく大きくて、こう顔を覆ってしまうぐらい大きな舌があるというんですね。これも普通の人が舌を出してですね、顔を覆ってしまうということはまずありえないものですよね。で次に、29番ですね。仏像をよくご覧になると瞳が青く表現されていることがあると思うんですけども、これは29番の、神聖眼相というですね、やっぱり悟った人は瞳が青いというふうにインドの人は考えていたようなんですね。それに基づいています。で、次に31番目にですね、長径層というのがあります。仏像をご覧になると、仏像の頭の上にですね、こうもう一つ高く段のようになっていると思うんですね。これは日径というふうに呼ぶんですけれども、この32層の中の、長径層というのがありまして、そこからもう一つ高いですね、頭が作られているようになっているんですね。悟った人は一段高く頭がついているということです。次に32番なんですが、仏像をご覧になるとこの眉間のところにですね、こうポツッとした白いものが表現されていることがあると思うんですね。これはですね、白毫層といいまして、仏像にはですね、この眉間のところに白い毛が巻きついているということなんですね。面白いのはその白い毛が3本あって、こう長いんですけれども、ぐるぐるっと巻いてついているんですね。だからあれは実は引っ張るとビョーンと伸びてまた戻ってくるというようなですね、形なんです。白毫層というものですよね。あと文字だけ皆さん画面で見ていただきたいんですけれども、この32層を確認いたしますと、これ全部表現するとものすごく奇妙な形になってしまいますよね。そこで、昔のインドの人が考え出した悟った人の特別な姿のうち、仏像として表現できるもの、表現しておかしくないものだけを仏像に表現してあるんです。今挙げた32の中で表現されているのは、例えば2番目のですね、足の裏の車輪の表現とか、5番目の、指の間に膜がある表現とか、14番目の仏像は金色に表現されているとか、あと光背があるとかですね、あと、この日経があるとか白毫があるということですね。32のうちもうほんの数個だけ
の表現をしているというのがこの仏像の表現なんですね。ぜひそういった部分もですね、特徴をつかんで仏像鑑賞を見てください。では次にですね、仏像の種類とそして仏像がどうやって作られているのかということをお話しましたので、もう少しちょっと専門的なことをお話ししたいと思います。仏像がどうやって、衣を着ているのか、どうやってお坊さんのですね、服装しているのかということなんですけれども、でこれをまず種類分けしてみたいと思うんですね。まずインドで仏像が表現された時に、2種類ありました。通剣というものと変断右剣というこの2種類です。これはまあもともとですね、お坊さんの衣の着方なんですけれども、それがそのまま仏像に表現されます。まず通剣なんですけれども、これはですね、一枚の衣をぐるっとこう、まあ、体に巻くんですけれども、両肩をこう覆っている形の衣の着方です。なので肩を通すということで通剣というものなんですね。でそれともう一つは、よく見かけると思いますけれども、一枚の衣を、斜めにこう着る形ですね。でそしてそれは左肩を隠しながら、右肩を表すという着方ですので、変断右剣というように呼ぶんですね。この二通りの、衣の着方が、インドでまず始まりました。でそれが中国に伝わってきますと、初期の段階では、この2つの衣が、仏像に表現されるんですけれども、ある時から、中国では、自分たちの服装をですね、仏像に着せるようになるんですね。それが画面にも出ているかと思いますけれども、中国式の服装と言います。専門的に言いますと、方位白帯式とか、総領下水という言葉も使うんですけれども、まあ、中国から始まったので分かりやすく、まあ、中国式の服装というふうに、呼んでおきたいと思います。これはですね、中国の北魏という国がありまして、この実は北魏というのが、中国で初めて仏教を、国の宗教にしたんですけれども、北魏が、通剣や変断右剣を、とりあえず一旦やめてですね、仏像にこの中国式の服装を始めます。これはどういう着方かといいますと、まず下着をつけて、衣をですね両肩通して、まあ、袖があるようにして着るんですね。で特徴はですね、下に着ている物部分、袴にあたるところですけれども、これを、止めている、まあ、今で言えばベルトみたいな結び紐があるんですけれども、この結び紐を、表現するというものなんですね。仏像をご覧になって、衣を着ていて、その衣を着ている仏像がですね、このちょうど溝落ちぐらいにですね、こう結び紐がもしもあったとしたら、それは中国で考案された複製がそのまま日本でも作られているというふうに考えていいんですね。でちなみに、日本で、一番最初に作られた初期の段階で作られた仏像というのはこの中国式の複製です。なぜかというと、日本の仏像は、朝鮮半島を経由して、中国の仏像の様式が入ってくるんですね。ですから、日本で一番最初に初期の頃に作られた仏像というのは実は、中国式の複製の仏像が作られるんです。でその後、先ほどお話しした、通剣とか変断右剣という仏像が入ってくるんですね。なので今日本のお寺や、博物館美術館に行って仏像を見ますと、この3種類の通剣と変断右剣と中国式の複製の仏像が見られると思います。ところで、この変断右剣なんですけれども、これはよくお坊さんが着ている、服装だと思うんですね。こう斜めに着る服装です。でこれについてよく質問を受けますので、質問を受ける前に今答えておこうと思いますけれども、インドでなぜこの変断右剣、つまりなぜ右肩を出しておくのか、左肩でもいいじゃないかって思うかもしれませんけれども、その理由なんですけれども、インドではですね、左手が不浄の手っていうふうに考えられてるんですね。
インドに行かれた方はご存知かもしれませんけれども、インドの人は、この左手がトイレットペーパー代わりに、使うようなんですね。つまり左手というのはなるべく使わない、不浄の手というふうに考えられています。インドの方は、カレーを手で食べますけれども、それは右手で食べますよね。左手で食べる人って絶対にいないわけなんです。つまり右がこう不浄というふうに考えられているんですね。ですから、どちらかを隠すとしたらやっぱり右手ということになるんです。仏像を礼拝する時の方法として、実はこの右尿といって右に巡るという方法があるんですね。例えば皆さんがお寺に行って仏像をご覧になる時に、こうぐるっと回ってご覧になるかと思うんですけども、その時にぜひですね、こう左回りじゃなくて、右回り、時計回りに回ってもらいたいんですね。それが実は仏教でいう正式な仏像をこう拝する方法なんです。でそれがなぜかというと、今お話ししましたように、この左手というのは不浄ですから、仏像の方に向けちゃいけないんですね。なので右尿といって、こうぐるっと時計回りに回る方法で、仏像を拝するということをします。それが結局衣にも影響してくるということなんですね。ぜひ今度ですね、よく仏像をご覧になって、この変端右肩ってどういうことなのかなということをね、考えてもらいたいと思います。でこの衣の着方で言いますと、今の例えばお坊さんたちの衣の着方を見ますと、この左上のところで、輪っかをつけてこう吊っているものがありますよね。この通剣や変端右肩の仏像の衣の着方っていうのは、1枚の衣をこうぐるっと巻くわけなんですけれども、最終的に最後の衣の部分が余るんです。で、この通剣にしても変端右肩にしても、大概この左手のところでこう余るぐらいなんですね。で、昔のインドの人、今でもそういう国のお坊さんありますけれども、左手でこの衣の端っこを持つという表現があるんですね。で仏像でも実は衣の最後をこの左腕にかけるという表現があります。ところがそれ実質上ですね、非常に大変ですね。この左の手を下げてしまったらバサッと取れてしまいますので、何とかしなくちゃいけないということになります。でそこでですね、今お話しした輪っかをつけて、衣の端っこを吊るということが始まるんですね。ですからお坊さんの衣でこう紐で吊っていたりするものがあると思います。これはですね、衣の端っこが落ちないために吊るというような経過をたどって今できたというふうに考えていいんですね。で実は仏像も衣の端っこをこう吊っている仏像があると思います。でこれはですね、日本の古い仏像ではないんですね。鎌倉時代以降になってくると出てくるんです。つまり最初は原始的な方法で、衣の端っこを腕にかけたり持っていたりするんですね。でそれがある時から、それじゃ大変だということで、中国で衣を吊るということが始まるんですけれども、それが遅れて日本にやってくるんです。で、お坊さんにしても仏像にしても衣の端っこを吊るという形が始まってくるんですね。仏像の衣の着方っていうのは細かく見ていくと面白い部分たくさんありますので、ぜひですね、まず大まかに、今お話ししました、通剣と変端右肩と中国式複製ですね、この3つを覚えておかれて、お寺博物館に行ってですね、仏像の複製見ていただきたいというふうに思います。ぜひ確認してみてください。